え次、ののさん、えー、女性20代売れている芸能人の方がなぜ自殺してしまうのでしょうか美貌と才能と仕事と家庭や恋人に恵まれ多くの人に評価されている人でも死ぬことを選んでしまうなら自分がこれから社会人になってから辛いことがあったときに乗り越えられる気がしません。 就職活動ですでに心が折れかかっている私にこれから生きていくための心の支えになる指導をいただけると嬉しいです。そうですね。売れてる芸能人はすべてを持っている。まあまあそうですね。そういうふうにノノさんから見たらそういうふうに見えるんでしょうね。ただね、あのあの人らはあの人らで本当がないんですよね。本当がないっていうのは変ですけどね。あのみんなね自分が売れたのはどっか 偶然だと思ってるんですね。つまり売れてる芸能人とかタレントさん俳優さんの人って自分と同じぐらいの才能があって美貌がある人たちと最初横並びなわけです、ね。でその横並びで仕事していて自分が売れていく時になんで周りとの差ができたのかというのをよく分かんないしどっか偶然な気がするしだからあの占い師とかに頼ったりすするわけでで、よねで。以後はひょっとしたら今がなんか自分の人生の絶頂期であと落ちるだけじゃないかというふうに 心の中でで思っている人が多いんですよ。もう20年以上前かな30年ぐらい前かなあのダウンタウンのガキの使い荒あらへんでかな最近全然やらないんですけどもあの番組のオープニングでフリートートクダンプン化してたんですよねで。その中でまだかなり若い30代前半ぐらいの,あの松本だと思うんですけども。 レンタルビデオででバイトししたいっていいう,うに言い出してるんですよ、ね、まあ自分が映画好きでレンタルビデオ屋によく行くんだけどもあそこでバイトしたいっていうふうに言い出してで浜田が「なんでそんなことしたいねん」って言ったら「いやなんかちゃんと金稼ぎたいから」っていうう言うんですよ。でもダウンタウンその頃かなり売れてたんでお金ギャラもらってるわけですよね。であの浜田がおお「俺らちゃんとギャラもうてるやろ」っていうふうに言うと松本が「いや 本当の金が欲しいって言うんですよ。で、浜田がほんまの金でなんやねや。という風うに突っ込んで会場大爆笑なんですけども、もまあ、フリートークだから、もちろんその場を盛り上げてるものもあるんですけども、なんかね。その本音が一瞬見えるんですね。ちゃんとした金とか本当の金が欲しいっていうのはですね。なんかあのいくら人気があって芸能人として稼いでても。 それで稼いだお金ってなんか嘘の金がして、そうじゃなくて、Uber Eats ーーーで働いてる人とかコンビニで働いてる人とかレンタルビデオ屋さんで働いてる人たちっていうのは本当の金を得てるような気がすると、多分それはその実際には普通の仕事してる人には分かんない感覚ですよね。自分たちがそれを言い出したら誰一人本当の金ってなんか。 農業とか漁業とかああいうのをやってる人でない限り、本当の金感覚ってないわけです。例えば会社に勤めてる人ですら自分の給料が何でこの金額なのかとか自分はなんか正規の社員だからこんだけで派遣はこんだけでじゃあこの差は何なんだろうとかみんなその自分のお金に関して。 多すぎたり少なすぎたりというか、まあ、多すぎると思ってる人はほとんどいないと思うんですけどなんでなんだっていうのはよく分かんないところにあるのがまあ現代社会だと思うんですけどもだからそれがなんかもう正常なんですよ誰もが自分に自信がないっていうのは金とか成功とかモテるというのは根拠がないので自信がなくて当たり前なんでですねの野んさんが言ってるです、ね、そのなんで芸能人がするのか自殺するのか分かんないっていうのは。 これままでなんかうまくいってたものが、例えばコロナで舞台がどん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 取りやめになったら舞台中止になってる人はいきなり自分はどんな仕事をしてたんだろうとかあと舞台っていうのは本当は必要とされてないんじゃないかみたいな疑心暗鬼になってやっぱコロッと自殺しちゃうわけですよね。ずっと不安なままなんです心が不安ななままなんですけども。 だからあの、えー、別にあの芸能人もですね、大半の人はですね、あのこれが本当の仕事だとか自分には自信があるとか思ってないんですよねあの、えー。芸能人も自殺するのは当たり前です。僕らより多分不安定だと思っておいた方がいいんじゃないですかね。